これやばいっしょ。はい、どうもこんにちは、劇団スカッシュのゆうゆうでーす。久しぶりにパンの方をね、ちょっと作っていきたいと思ってまして、ちょっとリハビリですよね。久しぶりのパン作るんで、ローソンに売ってあるもので美味しいものを食べたいなと思って、げんこつメンチ。ローソンのげんこつメンチって美味しいんだよね。これ前やってないよね。やってないよね、俺この動画ね。お願いね。こういうほら、うわー、このメンチカツ美味しいのよ。さらに千切りキャベツととろけるチーズと、あとソースとマヨネーズで、もう完璧でしょ。やってこ、やってこー。久しぶりだぜこれ。作り方は簡単です。8枚切りの食パンをまず1枚ポンと、でキャベツよ、豪快に。こんなにキャベツいらんけどな、さすがにな。まずこのキャベツにソースをチャララララララと、もう美味しそうだね。でもこれをドーンと、でこのソースをかけると、でちょっとマヨネーズもかけようかなと。うわ、デブデブ。今こういう感じです。うまそう。これチーズですね、とろけるチーズを上に乗っけます。でさらにね、キャベツをもっと乗せていきたいなと。キャベツを一回乗せます。キャベツ一回乗せたら、やっぱチーズもね、いっぱい乗ってる方が美味しいんでね。いやー、これすごいことになってきたな。またキャベツ乗せますよ。もう乗りませんよと。いやー、まだ乗りたいんです。僕乗りたいんですよと。何を言ってるんですか、ゆうやさんと。これ閉まらないでしょうよ、ゆうやさん。いいんです。やりたいんです。見てください、これ。ソースを上からかけて。これすごくない？これに倒していきます。キャベツ俺もっといきたい。こうやってこう。もうこれ無理やり行く、こう行く、こう行く。閉める。蓋で無理やり行く、無理やり行くよ。こういって、こういって。無理か、さすがに無理か。さすがに無理ですか？無理か、さすがに無理か。ゆうやさん、さすがに無理ですよと。行きたいな、でも行きたいな、俺。お願い、お願い、お願い。押し込んで、押し込んで。無理やり閉じ込めました。久しぶりにこの火をつけますよ、これ。はい、これをやってる間に片付けると。繰り返し見てみます。すっごい出ないでよ。まだ大丈夫です。パンが焼けるまで香ばがしたい。なんか久しぶりなんだよね、このここでやる感じとかも全部。なんか慣れないな、鼻声だし。一個だけちょっと本当に短い話なんだけど、俺の住んでる駅のね、改札で降りるときに、ね、階段を降りるんだよ。そこはすごい突風がすごい。だから逆に言うと、駅から地上に出るときには、そのよくね、おパンティが見えるの、正直な話よく見えるの。パーッともうスカートがもう羽ばたいてさ、中が見えるのよ。女性がいてさ、前にすげえ綺麗な女性がいて、突風が吹いたときにさ、階段の上の方に女性が一人、下の方に僕とその知らない男性が一人、こっち側に。突風が吹いた瞬間にさ、パーッとパーッと、もうお尻のもうなんていうの、もうスカートがここまで、もここまでめくり上がってたから、パンツが見えたというか、もうあいつも押さえてねえし、わざとだろっていうぐらいだったんですけど、すごい綺麗な人だったのね。で、黒のレースのパンティーが入ってたの、その人。で、こう、パーッてスカートが上がった瞬間に、こう、パッて俺がこっちを向いて、こっちに出したもん、パッと向いてね、顔がこう、パッと向いて、第一声に、この人が、黒のって来たから、俺が、レースっつってね。本当よ、本当だもん、本当なんだって。言ったんだから、黒のレースっつってね。ただパンツが見えただけの話。あ、いや、こげた、ガーン。まあでも、こげたって言っても別に、まあまあいいよぐらいね。せーの、おー。まあ今んとこの見た目はね、いつもとも変わらずですよ、もちろんね。切っていきますよ。うまそう、匂いがうまそう。さあ、見ていきますよ。せーの、ふわっ、うまそう。これ絶対うまいでしょう。これやばいでしょう。これやばいっしょ。いただきます。あばあば、うめ、文句ゼロ。もうほんとただうまいな。これ皆さんぜひやってください。ボリュームがすごい。メンチが最初しなってるんだけど、パンがカリッとなってるから、でかいキャベツメンチみたいな感じになってるんだよね。うまい。またチーズがたまらん。これほんとうまい。また見せとくね、よくわかんないけど、理由はないけど、これほんとうまいわ。みんなにも食べさせてあげたいもん、ほんとはね。うまい、マジでうまい。いい味わー。
すいませんね。いい匂いしてるわ。すいませんね。いい匂い。はい、ということで久しぶりのパンクッキングでした。これからもまたパンの動画とかね、いろいろやっていこうと思いますけど、まずね、この鼻水の方を直していきたいなと思いますよ。今日もご視聴ありがとうございました。